今日は同学年のお二方です。森下雅人投手と宇治さん浩二選手です。お願いします。まず森下さんに伺います。今シーズン初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン初勝利の始まりいかがでしょうか。いや12アンダーされてるんでここにいいのかなと思ってます。それでも本当によく粘りました。振り返って一緒にどうだったでしょうか。毎回ランナー出してしんどいなと思って大変入ってました。5回ツーアウト満塁のピンチがありました。野間さんが助けてくれました。いやもう初回から秋山さんだったり久保だったり野間さんだったり助けてもらいながら今日投げてたので本当に野手の人に感謝します。それから昨日は初回から打席を援護してくれました。やっぱ初回から点取ってもらって、楽な展開で投げさせてもらったので、本当に野手の方に感謝しています。そしてその後、マウンドを降りた後は堀江さんが迎えてくれました。そして点差を縮められた後、隣にいらっしゃる同い年の水田選手のホームランが生まれました。いや自分が投げる試合は基本的にユグサを打ってくれるので打つだろうなと思って見てました。この初勝利この後のシーズンどんな風につなげていきたいですか。いや戻ってきてまだ2試合しか投げてないんですけどチームが勝てるように腕振っていきたいなと思います。おめでとうございます。では藤田選手に伺います。石井さんの方グリのホームランです。考え不良なんじゃないでしょうか。どうですか石井君のホームラン。はい、打ててよかったです。今週ヒットも久しぶりに出て今度はホームラン、あの打席振り返ってどうでしたでしょうか。とにかく力まないようにリラックスしていけといつも、はい、皆さんに言っていただいているので、はい、とにかくそれだけを考えていきました。打席で浅野バッティングコーチの声が耳に入ったのどんな声だったんですか。うぐ、8番8分って聞こえました。去年は改めて苦しいシーズンだったと思います。改めて今シーズンにかける興味というのはどうですか。そうですね、本当に今年ダメだったら終わりだと思って奥さんに臨んでいるのでなんとか戦力になれるように、はい、頑張っていこうと思います。そして隣にいらっしゃる前橋の森下選手と、一緒にお立ち会いに上がれたこの時どうですか。はい、嬉しいです。森下さんもシーズンまだ始まったんですけども今シーズン、どんな試合をしていきたいですか。自分は、明日がない立場なので一日一日、はい、全力で頑張っていこうと思います。今、最後に、皆さんの皆さんに見せてお願いします。明日頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。森下雅人投手と、皆さん、コーチ選手でした。